こんにちは、ギズモードのガジェットコーディネーター、ミトです。速報です。ソニーから α7C というフルサイズカメラが発表されました。いや、これはすごいよ。やっぱね、ソニーやべえなと思った。一言で言うと、小さい α7-3 が出たんですよね。で、今日のこう結論から言うと、今年いろんな Vlog カメラ ZV-1G100 って見てきたけど、結局これじゃねってなりました。Vlog カメラの決定打みたいなのが出たんだなっていう気持ちでいっぱいです。それでは α7C やっていくぜ。まず価格からいきましょう。α7C のお値段、市場推定価格税抜き、ボディが21万円です。さらに 28mm から 60mm の新しいキットレンズが出たんですけれども、そのレンズキットが24万円。続いて発売日はこちらです。それで α7C、 小さい α7-3 が出たというふうに言いましたが、そもそも α7-3 ってどんなカメラだったかっていうのをおさらいすると、 α7-3 はソニーのフルサイズミラーレスカメラの一番エントリーモデルですね。お値段も安いし、機能もスタンダードっていう感じのカメラです。みんなアルファをこれから買うって人で、一番最初に考えるのは α7-3 っていう位置づけのカメラだったんですよね。でそれが、すごくコンパクトなボディになったわけです。 α7C どのぐらい小さいかというと、まず写真を見てみましょう。見た目は α6600 とか6400みたいな、四角い形で、一眼レフみたいな、こう真ん中にファインダーがある形じゃないんですよね。左上にファインダーがある形、α6400 とか APS-C のソニーのカメラによくある形だったんですが、この形でフルサイズが初めて出ました。 α6400 と上から見て並べた写真なんですけど、どうですか？ α7C の方がちょっと分厚いですが、ほぼほぼ幅とかも同じサイズ感ですよね。で次が α7-3 と上から並べた写真ですけれども、 α7-3 よりはかなりだいぶ薄いですよね。でこれ重量とか体積も小さくなってて、 α7-3 と比べて体積が 81% です。で質量も 78%、 重さで言うと α7-3 は 650g で、 α7-C が 509g なので、 140g ぐらい軽くなってるわけですよ。α6600 と比べると、 α6600 よりは大きいです。ちなみに 110% の体積で 101% の質量なんで、重さは6600とほぼ同じだと思ってもらっていいですね。でこんなに小さいフルサイズカメラは初めてじゃないですか。いや初めてじゃないですよ。 SigmaFP があるじゃないですかと思う方いると思うんですけど、SigmaFP はね、あれはあれですごい尖ったカメラで、フルサイズで手のひらサイズではあるんですけれども、機能的に言うとそんなにいろいろついてるわけじゃないんですよね。でさらに α7-3 のちっちゃい版だと言いましたが、 α7-3 にないものもたくさん積んでます。まずバリアングルモニター、 α7S3 っていう α シリーズの動画機向けモデル、ハイエンドモデルなんですけど、あれで初めて α シリーズにバリアングルモニターがついたんですよね。でそのバリアングルモニターが α7C にもついてます。だからもうちょっと初めて尽くしなんですよね。この形でフルサイズが出たのもそうだし、この形にバリアングルついてるのもかなりびっくりなんですけど、ついてます。でさらに α7-3 にはなかったリアルタイムトラッキングっていうオートフォーカスの機能がついてます。リアルタイムトラッキングっていうのは顔認識とか瞳認識した人物みたいな被写体を撮影中ずっと追いかけてくれる、トラッキングしてくれるっていう機能です。これは α7R4 とか α6400 あたりからついた機能だと思うんですけれども、 α7-3 はちょっと前に出たのでそれがついてなかったんですが、 α7C にはもちろんそれがついてます。さらに動画専用の録画ボタンが上につきました。でこの辺の新しいスペックを見ると、どうやらこの α7C はどうやらというかソニーも言ってるんですけれど もう Vlog 向けのカメラとして作られているようなんですよ。バリアングにしろ動画ボタンにしろ、リアルタイムトラッキングもやっぱ動画の撮影中に効いてきますから、動画向け Vlog 向けに作られていると思われます。動画向けと言いつつ、写真向けの機能も α7-3 よりちょっと良くなってて、例えばバッテリーは液晶モニターの時740枚撮れます。で動画だと215分撮れます。で電子ビューファインダー EVF だと680枚220分っていうスペックです。でこれ結構 α7-3 よりも
上がってて、まず撮影枚数740枚は α7-3 の時は710枚だったので、まあ、30枚ぐらい多く撮れるようになってますね。まあ、これちょっぴり写真のスペックとしては上がってるって感じです。で、あとさっき連写10コマ毎秒って言いましたが、あの連写する時のバッファ、あの SD カードに書き込む前にデータを貯めておくカメラの中のメモリーみたいなところなんですけど、それが223枚バッファが持つそうです。これはあの連写撮影モードハイっていう設定の時で UHS-II の SDXC メモリーカードを使っている時の値なんですが、223枚のバッファで、ちょっと α7-3 でこう正確にどう何枚のバッファがあったかっていうちょっと情報が分からなかったんですが、多分ちょっと α7-3 多いんじゃないかなと思うんですけど、どうですかね。まあ、連写も結構使う、まあ、だから写真としても写真機としても結構ハイスペックなんですよね、このサイズで。すごいですよね。で、まあ、さっき Vlog 向けというふうに言いましたが、 Vlog といえば音も大事です。マイクですね。ちゃんと α7C には左側にマイクジャック、ヘッドホンジャックついてます。さらにマイクロ HDMI もついてるので、画面出力とか、あとまあ ATEM Mini Pro みたいなビデオキャプチャーデバイスがあれば HDMI からパソコンに映像を流すことができますよね。さらに充電ポート USB-C です。素晴らしい。 iPhone だけだよ、 USB-C がついてます。で、この USB-C もちろんウェブカメラに対応しているので、パソコンにつなげば、まあ、HDMI からキャプチャーしなくてもウェブカメラとして会議とかにも使える。このサイズでいいですね。理想的ですよね、ウェブカメラとしては。で、ただちょっと気になるのが、あのバリアングルモニターを開いたところにポートがあるようなので、まあ、ヘッドホンジャックとかマイクジャックとかに挿すとケーブルが邪魔でバリアングルモニター結果見えないんじゃないかなみたいな心配はちょっとあります。ただ実はあの純正の B1M っていうマイクケーブルが必要ない純正のマイクがあって、それに対応してます。で、 ZV-1 の時はこれが対応してなかったんですよね。 7C 対応してますので、まあ、気になる人はこれを使えばいい音でケーブルもすっきりしてバリアングルモニターも隠さず撮れるのかなと思います。ということで、もう一回まとめると、 α7C は α7-3 を小さくしたようなモデルで、そこにさらに Vlog 向けの要素を詰め込んだソニーのフルサイズミラーレスカメラです。 Vlog カメラといえば、同じソニーから ZV-1 っていうコンデジが出たりとか、あとパナソニックからレンズ交換式の G100 が出たりしましたよね。で、その時、まあ、特に ZV-1 は僕はすごい、あの動画でハンズオンしましたけど、めちゃくちゃ欲しいなと思って本当に買うか悩んだんですよね。まあ、14万円ぐらい悩んだんだけど、あの時思ったのが、Vlog ZV-1 買って撮り始めるとするじゃないですか。で、撮り始めた時に、まあ、多分物足りなくなるなと思ったんですよね。コンデジのセンサーだし、まあ、レンズも交換できないし、なんか結果その後 α7-3 とか、まあ、新しく出る α7Sの次世代機が出た時にそっち欲しくなっちゃうから、結局もったいないなと思って、なんか踏み切れないところがあったんですよ。まあ、特にまあガジェット好き、まあ機材も欲しくなるタイプの人なんで、まあ別に Vlog とか撮り始めてクオリティとか関係なく新しい機材が欲しくなっちゃうと思ったんですよ。フルサイズ欲しくなるだろうなって。で、そこに α7C がもう出ちゃったもんだから、もうこれが決定打ですよね。もう最短ルートじゃないですか。フルサイズ Vlog の最短ルートが α7C ってことで、まあ、21万円ですけど、これが出ちゃったことによって、もう Vlog これから始めて結局後々機材欲しくなるなっていうタイプの人は、もうこれを最短で買っとくのがベストなんじゃないですかね。まあ、ベストな Vlog カメラが出ちゃった予感が今日はしています。どうでしょうか、皆さん欲しくなりましたでしょうか。欲しくなったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ギズモードのガジェットコーディネーターアミトーでした。これからもね、あの新しいカメラはもう発売前に動画出すこともありますので、ぜひカメラ好きの方はチャンネル登録よろしくお願いします。さようなら。